めきラボ。起立。気をつけ。礼。はい、ということで、今日の授業のね、担当させていただきます、はい、松丸と言います。よろしくお願いいたします。新任の挨拶ってこんな感じですよねはい、ということで今日は何をやるかと言いますと、僕がずっとやりたかったある企画を今日はですね持ってきました。その名も松丸研究員のひらめき授業。まあ、これは何かと言いますと、勉強つまらないみたいに言う人結構多いんですよ。やっぱりツイッターとかのリプライとかでも、なんか楽しめる勉強法ってないんですかみたいなことすごく言われるんですけど、だからこのひらめき授業ではちょっと一筋縄ではいかない、で一個こうハッとするような問題を集めて、算数とかそういう楽しさをね、考えることの面白さ伝えていけたらなという理想の授業をちょっとお届けする場所です。ちょっと言い過ぎたかもしれないということで、小学生とかの子も遊べるように作るので、ぜひお子さんをお持ちの方は子供に見せてもらって解いても面白いと思うし、大人の方でも、あれこれってこれでいいんじゃないの、あでももしかしてちょっとひらめきが足りてないかもみたいなのを楽しんでもらえればなと思ってます。ひらめきラボ。さあ、ということで、じゃ早速第1問、気になる問題。今日の問題はですね、大手企業の入社試験からちょっと問題を持ってきました。まあ、大手企業の入社試験とはいえですね、小学生でも解ける問題です。早速問題に参りましょう。問題はこちらです。この図形の面積は何平方センチメートルかお答えください。それでは少し時間が経ったので皆さんにヒントを出したいと思います。この問題は 10×6÷2、 つまり底辺×高さ÷2で30平方センチメートルと出した方は残念ながら不合格です。なぜそれではいけないのかを根本から考え直してみてください。さあ、皆さん問題解けたでしょうか。この入社試験をノーヒントで入社試験の会場でまさに解くことができたら、もう採用即されるぐらい頭が切れる人だなと僕は思います。実はこの問題の答えは、この三角形は存在しないというのが答えなんですね。だから面積を求めようとした時点で、実はもう面接官の意図にはまってる。面接官に言われたことをただこなすだけじゃなくて、自分の頭でちゃんと考えて、この三角形あるのか、いやそもそもないんじゃないか、なんか長さ変じゃないかっていう違和感から、その存在しないってことを説明できるかどうかっていうのを面接官は実は見てたっていう入社試験なんですね。じゃあなぜこの三角形存在しないと言えるかっていうのを、今から小学校算数の範囲でちょっと解説していきたいと思います。これ同じ図ですよね、ちょっと回転させただけです。そしたらこの三角形をこのままもう一つ反対側にくっつけてみます。そうするとこんな風に長方形になります。こっちの三角形をそのままくるって回転させてもう一個くっつける。実はもうこの時点でちょっと変なことが起こってるんですよ。どういうことかっていうと、今二つ三角形合わせてここもここも直角だから、全体も直角になるから、これ長方形になりますよね。で、長方形のこの斜めの長さ、対角線が今10センチになってるんですけど、こっち側の反対側のこっちも長方形なんで同じ長さになりますよね。だからこれが10センチなら、この今引いた赤い部分も10センチになります。ということは、ここちょうど2つの三角形合わせる場所真ん中になってるはずなんで、半分のところを見ると5センチになるはずですよね。でよく見てみると、ここのこの三角形でちょっと変なことが起きてるんですよ。何かっていうと、高さが6センチメートル、
なのに斜めの長さが5センチメートル。普通三角形で直角三角形だったら高さよりも斜めの方が長くなりますよね。こっちの方が長いで高さの方が短いはずなのに、ここの三角形見ると長い方が5センチメートルになってて短い方が6センチメートルになっちゃってるんですね。つまりここで矛盾が発生するんです。ここの6センチっていう長さが歪んでる。つまり元から問題の時点でこんな6センチっていう長さが取れるはずがないっていうところで矛盾が発生します。つまり元をたどればこんな三角形がないってことになるので、これで証明が終わるというのが一連の流れです。そもそも疑う力が大事なんですね。入社試験で底辺×高さ割る2で面積が出る問題なんか出すわけがないだろうっていう疑いから、もしかして前提に何か誤りがあるんじゃないかって言って三角形をいじくってくうちにこういうことに気づける。だから一番最初のこのスタートラインに立ってたかどうかっていうのがこの問題では一個キーポイントかもしれないです。前提を疑う力ってやっぱり会社で一番求められる力かなって僕は思ってて、今までの枠組みとかやってきたことにずっとしがみついてると新しいアイデアってなかなか出ないんですよ。例えばショッピングってお店で物買ってお店でお金渡して売り買いするものだっていうのはずっと当たり前だったけど、それをアマゾンさんがね、アマゾンプライムっていうようなサービスを開発して、もう注文したら次の日即届く、だから本当にお店で買ってるのとほぼ変わらないようなサービスがネットで提供できるっていうことも一個革命だったし、それってもう今までのショッピングの形は変わらないって思ってる人は絶対無理なんですよ。でそこの前提から疑ってこういうビジネス作れるよなってなった人が大成功を収めてるんで、今の時代特にこれから先の時代で一番必要な力はまさにこの入社試験で問われてる力だから、問題見た時にいや三角形の面積求めろって言ってんのに三角形がないなんて卑怯だ、ずるい、問題として成立してないって思った人は実はもうスタートラインに立ててないっていう、もう与えられた問題をそのまま解くだけっていうのはもう中学高校勉強の世界で終わってて、社会に出てからはむしろ答えがない問題だったりとか、自分でそもそも問題が成立してるかっていうところを見れる力まで持ってなきゃいけないから、そういうのを見るにはもう完璧な問題、美しすぎる、インターン行きたいなんか専門的な言葉だとクリティカルシンキングっていう言葉があって、いわゆる最初からそのアイデアの才能を持ってる人、いわゆる天才って言われてる人たちも世の中にはいるんだけど、そういう才能を持ってない人が一番そういう天才に近づける条件、近づける意識っていうのがクリティカルシンキングだって今言われてるんですよ。まさにこういう力って訓練で鍛えられるので、その訓練で鍛えてビジネスに生かすのもいいし、それこそ中学受験で難関校を狙ってる子たちってこういう問題出るので、そういう受験を目指してる人もぜひ鍛えてほしい力かなと思います。ちなみに最初にこれを見た瞬間魔法は解けたの？解けなかったこんなドヤ顔で今解説してますけど、僕え30じゃないのってずっと言ってましたひらめきラボ、はい、今回紹介した解法は小学校算数の範囲で解けるような解法で紹介しましたが、実は中学校数学を勉強していると円周角の定理とか、あとは三平方の定理を使っても似たような証明をすることができるので、ぜひ試してみてください。一つの問題でもいろんな解法があるというのが算数や数学の面白さです。ぜひ一つの答えにとらわれずに他の答えも探してみてください。ひらめき授業ではこれからもこんな風に、まあ、ただ解くだけじゃなくて一つハッとするような要素を含む問題をこれからも出していくので、ぜひ学校の勉強と合わせてひらめき授業も楽しんでもらえれば、今後社会に出てからとか大人になってから気づくことがあるんじゃないかなと思うので、ぜひ見続けてもらえればと思います。はい、ということで本日ご視聴ありがとうございました。面白いと思った方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。世界のみんなにひらめき次第。ご視聴ありがとうございました。今回のチャンネルで鍛えられるのはこちら。学ぶって楽しいでしょ。